はい、現在今、氷ノ山の福定親水公園の登山口に来ています。昼過ぎに来ましたが、なんとか車を止められました。今から、ちょっと遅いんですけども、氷ノ山の方に速攻で登ってきます。結構寒いんで、時間がなければ、頂上寒ければ下山したいと思います。お願いします。じゃあここで行きます。できる範囲で登ってきます。はい、行きます。今ちょうど13時1分。じゃあお疲れ様です。天気予報では昼から晴れってことなので来ましたが、現在は結構曇ってます。雨具持ってないので、雨が降ったら速攻下山します。今結構あるな、出ないな。素晴らしい。素晴らしいね。結構素晴らしいですね。まだこれコース外なんで、コースに戻ります。雨が降った後なんで、結構道がぬかんでますけど、滑らないように注意しております。はい、こっちかな。ちょっと見に行きます。暑いんで。それで行きましょうか。はい、ではこれで身代わりになったので、さらに登ってきます。とりあえず時間も遅いので、3時までは登って、3時から下山というふうにしたいです。あと4キロ。時間10分か。結構きついかもしれんな、頂上3時。あと100分、4キロ。まあ、いつはできるか。普通は行ける時間やな。曲がり角が終わって、まだ知らんけど順調に登ってます。しばらく平坦ですね。ところを走りますよ。美しいね。樹王道です。樹王道を過ぎて、まだ平坦な道を進んでます。急ぎます。
きついな。順調に終わってます。今日曇りが、雲が怪しいな。降ったら嫌やな。降ったら下山します。よし、秋はいいね。秋はまた3キロです。早かったな。今1時40分なんで、まあ、3時までに頂上は余裕かな。気がなければね。あとは天気ですね。あと3キロで現在1時41分、まあ、3時まで80分あるので、まあ、3キロは余裕やろう。工房の水です。はい、工房の水もやってきました。あと 2.8 キロぐらいかな。頑張ります。美しいね。だいたい予定通り 2.5 キロね。なんとか帰ります。無謀やな。紅葉が綺麗やな。風が結構強いな。風強い。だいぶ登ってきました。風強かったら嫌やな。稜線みたいなこと言って。あ、これがよく見るやつちゃうか。はい、氷ノ山まで左側 2.1 キロ。はい、山頂まで 2.1 キロです。風が強いのでしんどかったと思います。 3.2 キロ歩いてきました。じゃあ、はい、では出発。あと2キロですけど、ちょっと角度が急に変わって、分岐を変えました。残り2キロ。すごいな。残り 1.5 キロです。少し寒いけど、まあ、飛ばしてなるべく寒さを感じないようにして、なんとか頂上行きたいと思います。あと 1.5 キロです。だいぶ曇ってきた。雨は降ってないけど霧雨とかなりそうやな。結構風や。ブランキはするけど寒いね。
すごい風や。すごい風やな。600m。あの上やな。500m。まだかな。あの上じゃないな。寒いね。はい、どうも、少しです。あと300-400m。もうすぐ頂上の雰囲気が怪しいだろ。危ない。集中しなあかんな。まだか。まだやった。あの上か。見えた。あの三角の屋根が見えてきました。よかったね、雨降らんで。はい、なんとかもうすぐ頂上です。あと 50m。 いや、降らんでよかった。寒いけど、はい、頂上、まもなく頂上。怪我せんでよかった。へい。来た。行きました。来た。はい、氷ノ山着きました。寒いね。はい、こっち行きました。行き出します。すごい風やな。下山に備えて着替えます。せっかくなんでちょっと食べます。すごい風だ。すごい風や。福沢の方です。福沢、どっちですか。三の丸というのはあっちの方ですか。スキー場の、スキー場方ですか。そっちの方がきついですか。なんせすごい天気が悪い。じゃあ今から降ります。もう下山します。早速下山します。こっちかな。山の上もこっちやから、こっちやな。とりあえず、無事登れたので、今からは反対側の方に降りてきます。でスキー場経由で福沢親水公園に戻ってきます。登場できてよかった。まだ2時47。下山は下山で怖いね。
滑りそうで。ある程度のところに降りて安全圏を確保したいね。ちょっと降ったら嫌やしな。木道が滑るね。ここはなかなか美しい小道ですね。あ、いた。あー、やってもだ。あー、滑ったな。滑った。無事やけどやっぱ危ないね。だいぶ凄まじい風が減ってきたな。もう安全やろ。はい、下段の中途中ですけども、だいぶ風の勢いが減ってきました。多分もうあんまり吹かないと思いますけども、一瞬こけてしまいまして、ちょっと注意して下段します。もうすぐ左に分岐します。分岐に来たかな。分かりやすいな。東折り返ります。お寝台ひゅって、お寝台の小屋です。もう降らんやろ。ぬかるみが減ってきました。結構気持ちいいね。いや、いいですね。ブナが多くてモミジは少ないね。よいしょ。はい、割と綺麗な道なので見とれてしまって足が進まない。降りてきましたな。まだ平坦になってきましたんでちょっと楽ですけど、まあ、滑りやすいのは相変わらずなんで、特に木の根っことか落ち葉とかを踏んじゃうと結構滑りやすくなるんで要注意です。下山は結構早く歩いてますけど、結構景色が綺麗で、行きしなはなかなか余裕がなかったので写真を撮ったりしてると割と時間を、まあ、超過してしまって言うほど早くは降りてません。今3時27分なんで、まあ、それでもまだ下山開始して40分ぐらいですけど、まあ、ゆっくり下山します。もう多分大きな問題はないと思いますんで、まあ、こけないように下山します。一の谷へ。東尾根休憩小屋。東尾根休憩小屋ですね。福沢に行くんで、今から東尾根登山口に曲がるんか。せやね。はい、今からちょっと左に曲がって、福沢親水公園に戻ります。はい、じゃあ車の置いてある親水公園の方まで戻ってきます。あと 2.4 キロらしいです。こっち行ったらまた登山口ですね。行きます。あと 2.4 キロですけども、慎重に行きます。あと3、40分ぐらいなんで、今3時47分なんで4時半ぐらいに下山できたらなと思います。頑張ります。あと1個ちょっとです。
まあ、しかし兵庫県民の割には氷ノ山、兵庫県の代表的な山ですけども氷ノ山が見頃でしたので、まあ、登れてよかったなと思います。天気も心配しましたが、まあ、頂上付近はかなり爆風とガスってましたけど、まあ、あんまり降ることもなくて寒さもまあ許容範囲でしたので助かりました。もうすぐ、山道が終わってスキー場の舗装路を横切るようになると思いますので山道はあとちょっとです。もうすぐ林道終わりです。ぬかるみもなくなったし滑る可能性も少なくなったからだいぶ楽になったな。やっぱり最初の頂上付近はかなりぬかるんでたのと木の 木道が濡れてて滑ったから大変やったけど、まあ降りてくると乾いてるのでマシですね。でもだいぶ暗いんで遅くなったら危ないね。はい、降りてきました。林道、まあね、はい、氷ノ山東尾根登山口まで降りてきました。今から、車の止めである、福佐田親水公園に戻りますけども、まあ、あとは砂利道というか通の道なので気楽に歩きたいと思います。まあ晴れてなかったですけどなんとか雨降らずに終わってよかったです。ではまだもう少し頑張ります。できた、できたか、マジか。よかったな、帰りはスキー場よく行って帰ります。スキーシーズンとか混むんかな、最近スキーも厳しいんやろな。スキー場歩くってのも悪くないな。結構草原が広がってて、まあ、人工的ですけど、まあ、いい感じですね。あと15分で車を止めてある福佐田親水公園に着きます。あと1キロぐらいですね。はい、見えてきました、駐車場、福佐田親水公園の駐車場です。あ、自分の車見えた、満々っぽやったけど今3台しかないね。まだおるねんな人。はい、福佐田親水公園まで歩いてきました。今28分なんで、まあ、ちょうどコースタイムで4時半止まった通りですね。もともとコースタイム5時半までだったので、まあ、1時間ぐらい早く乗れました。トータルで3時間半ぐらいですね。まあまあ100回だと思います。はい、無事に車に戻りました。今から、まあ、温泉に行って帰ります。はい、はい、食べます。終了します。はい、お疲れさんと。ポケたからすごいドーンこなってる。はい、帰ります。では帰ります。じゃあ温泉に着きましたので天女の湯に
入りたいと思います。床山温泉天女の湯です。今から、登山後の温泉に入ります。気持ちよかった、気持ちよかったです。すっかり暗くなったんで帰ります。気持ちよかったな天女の湯。